はい、ということで、続いては宣言ですって急に始めちゃうけど、宣言が割と好評なんですよ。あら、なのでちょっと単品で動画で出してみようかと思いまして。なるほどね。はい、はい、僕から行ってみましょうか。じゃあ、お願いします。私から。手間をかけた動画は再生数が少ない。本当なんだよこれ。なんでなんだろうね。わかんない。なんか あともう一個ちょっと似たようなやつなんだけど。本人たちが受けると受けない。あ、これすっげえ面白い、絶対伸びるよって言ってるやつが今一桁だったりする。すっげえ面白いじゃんっつって生放送だと受けるんだけどね。そうそうそう、どっかしいな、動画にするとなんなんだなっつって納得いってないんだよ今あれ。何かあればよろしくお願いします。はい、言います。はい、今俺は寒い。あの俺も寒い。あの今年初のあのヒーターを入れました。本当にめちゃくちゃ寒い今日。本当めちゃくちゃ寒い。もうあの人間って冷えるとあの体調が悪くなる。本当に、なんか病気かなと思ったらただ冷えてるだけっていう。マジであれあったかいとこ来たら平気みたいな。平気。あったかいとこ来たら平気。あ、これ違う。これはちょっとちょっと違う。ちょっと長いし。長いか。じゃあじゃあいいっすか、いいっすか。じゃあ、悟空間と書いてあると大体普通。そうだね。激安の中華のお店で極うま担々麺ってのがあったんですけどね。もう至って普通。まずいよりの普通。はいはい、どうぞ。それに分けて。はい。最近の商品は見栄を張りがち。確かにそうだね。最近のは名前負けしてるよね。なんかね、マジでね。サンガリアのクソ安い麦茶が素晴らしい麦茶って書いてあったよ。普通だよ、60円のお茶は。本当に。なったらちょっと薄いくらいだよ、サンガリア。そう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 。素晴らしい麦茶。素晴らしいって。あの極上とか書いてある普通だから割とね。普通だから。ね。パーフェクトとかは信じちゃダメね。そう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 。だからはまずい。あ、でも新しいのはうまい。CM 出てた人干されちゃったしね。パーフェクトって言ってちょっとね、追い出しちゃったから、追い出しちゃったからね。そうそうそう、パーフェクト。モアイは前の晩打ち合わせをしても忘れる。忘れる。あ、もうこっちだね。モアイは噛む。もはやオチで噛む。
マスルル。マスルル。マスルル。もう関係なくなっちゃった何も関係なかった関係なくなっちゃったよ本当にもうまあこんなもんか分かったかな、あじゃあ最後にじゃあ最後設楽さん最後お願いしますあ危ない危ない、何がああ、そういうのもあったね、確かにね、そういうのも確かにねそうだ、後半になるとそんなになってた、そういえばそうだそうだ何にも宣言じゃなくなっちゃったんだね、そう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 じゃあこれはあの思いついたら何回か続けていきましょう、そうだね、また次回。